セルマ・デ・クードルはラトビア生まれの画家であるドイツで活動した1921年にドイツの風景画家のアドルフ・デ・クードルと結婚したリガーで木材商人の家に生まれた父親は1891年に火災で財産を失った後亡くなったが母親に励まされて画家の道に進んだリガーの女性画家エリーゼ・ホン・ジョン・スティリングが運営する私立の 美術学校で学び、1903年に女子中学校の美術教師の国家資格を得て教師をしながら、ヤニス・ローゼンタールズやビルヘルムス・プルビーティスから絵を学んだ。挿絵画家として仕事を始め、詩集などの書籍にアール・ヌーボー・スタイルの挿絵を描き、1908年から1912年の間、ラトビア地域の美術年間に挿絵を描いた。 リガの美術協会などのラトビアの展覧会にも出展し、リノカット技法の版画作品はリガの美術館長に買い上げられた。1909年にリガ氏から奨学金を得てミュンヘンに留学し、マックス・デルナーに学び、ダッハウの芸術家村でアドルフ・ヘルゼルに学んだ。1910年にはに、キー・ムコにスタジオを開いていたユリウス・エクスターに学んだ。ミュンヘンに戻り、 ドイツの詩人、ヨアヒム・リンゲルナッツと生涯の友人となり、リンゲルナッツは出版された自伝をせる前の拳字を書いた。1914年までリガとミュンヘンを行き来して活動していたが、第一次世界大戦中はドイツに泊まり、1919年に多くの芸術家が集まっていたミュンヘンに近い、フィルステンフェルトブルックに住むことに決めた。 フィルステンフェルトブルックで20歳ほど年上の画家、アドルフ・デ・クードルと知り合い、1921年に結婚した。アドルフ・デ・クードルは1924年に亡くなるが、その後もフィルステンフェルトブルックで活動し、フィルステンフェルトブルック美術協会を設立し、理事も務めた。戦後のインフレーションで財産を減らし、小さな住居で暮らした。この頃、 肖像画や生物画を描いた。1956年にフィルステンフェルトブルックで死去した。ありがとうございます。